第一章、神の愛。2。イエスは真実を何の遠慮もなく語りましたが、そういう時にはいつも愛を持ってお語りになりました。また人と交際するにあたってはいかにも上手に深い思いやりと細かい注意を払い、荒々しい言葉を用いたり、何の理由もないのに言葉を鋭くしたり、感じやすい心を何の必要もないのに傷つけたり、人の弱さを責めたりなさいませんでした。常に愛を持って真実を語りました。また偽善、不信、不義をお責めになりましたが、そうした鋭い見責の言葉を語った時にも、その御声は涙に震えていました。道であり、真理であり、命である自分を拒んだ愛する町エルサレムのことを考えて、主イエスは泣かれました。人々はイエスを拒んだのですが、イエスは優しく彼らを憐れまれたのです。彼は一生の間自己を全く捨てて人のために尽くされました。イエスの目にはどの魂も皆尊く映ったのです。彼は神の子の威厳を備えていましたが、へりくだって神の家族の一人一人を優しく思いやり、どの人を見てもこの罪に落ちた魂を救うことこそ自分の使命であると思われたのです。キリストの生涯はこうした性質のものでしたが、これこそ神のご性質です。キリストのうちに表され、人類の上にあふれ出た天からの愛の流れは天の父の御心から出たものです。優しい思いやり深い救い主イエスは肉において現れ、1テモテ3の16た神でした。キリストが地上に生活し苦しみ、十字架上で死なれたのは私たちをあがなうためでした。彼は私たちが永遠の喜びに預かることができるように悲しみの人となりました。神は恵みと真理に満ちた一人子を栄光に輝く御国より罪に損なわれ、死と呪いに暗く閉ざされたこの世に下されたのです。神はイエスが愛の懐を離れ、天使たちの賛美の声を後にして苦しみと恥、無礼、屈辱、憎しみ、最後には死をさえ受けることをお許しになりました。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。イザヤ53の5。荒野のゲッセマネの園の、または十字架上のイエスをご覧なさい。一点の汚点もない神の御子が罪の重荷を負い、また神と共におられた方が罪の結果である神と人との間の恐ろしい離別を経験されたのです。そして我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか、マタイ27の46という苦しい叫びがその唇をついて出たのです。罪の重荷、罪の恐ろしさ、神から遮断されることなどが神の子の心を砕いたのでした。しかしこの大きな犠牲が払われたために、天の神の御心に人に対する愛の気持ちを起こさせたのでもなければ、救いたいとの考えを生じさせたのでもありません。いいえ、そうではなく、神はその一人をお与えになったほどに世を愛、ヨハネ 3-16 されたのです。神はその大きななだめの供え物のために私たちを愛されたのではなく、私たちを愛するためになだめの供え物を与えられたのです。キリストは罪に落ちた世界に神の限りない愛を注がれる仲介者でした。神はキリストによって世をご自分と和解させ、2コリント5の19とあります。神は御子と共にお苦しみになりました。ゲッセマネの苦しみ、カルバリーの死を通し限りない愛を持たれる神は、私たちの贖いの値をお払いになったのです。イエスは、私は命を再び受けるために捨てる、それゆえ
父は私を愛してくださる、ヨハネ 10-17 と言われました。これはつまりこういう意味です。私の父はあなた方をこの上なく愛しておられますから、私があなた方の救いのために命を捨てたため、以前にも増して私を愛してくださいます。あなた方の負債と罪を負って命を捨て、あなた方の身代わり保証人となったため、私は父に一層愛せられるようになったのです。なぜならば、私の犠牲によって神は義であることができると同時に、私を信じる者をも義とすることができるからです。神の子の他には誰も私たちの贖いを全うすることはできません。というのは、神の懐にいたものでなければ神を表すことはできないからです。神の愛の高さ、深さを知る者だけがそれを表すことができるのです。堕落した人類のためにキリストが払われた限りない犠牲ほど、失われた人類に対する神の愛を表すことのできるものはありません。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。神はキリストをただ人々の間に生活し、人々の罪を負い、彼らの犠牲となって死ぬためにお与えになったばかりでなく、神はキリストそのものを堕落した人類にお与えになったのです。キリストは人類の利害、また必要を人々と共に味わわれました。神と一つであったキリストは人々と切っても切れない絆で結ばれ、彼らを兄弟と呼ぶことを恥じ、ヘブライ 2-11 とされません。彼は私たちの犠牲、また助け主、私たちの兄弟です。神の御座の前に人間の姿を持って立ち、永遠に自ら贖われた人類の一人となった人の子です。これは皆罪の淵より、また滅びより人が引き上げられ、神の愛を反映し、清いものとなる喜びに預かるためでした。私たちの贖いのために払われた値、私たちのためにその一人子に死をさえお許しになった天の神の計り知れない犠牲を考えるとき、キリストによって私たちは非常に高潔な状態に到達することができるという観念を起こさずにはいられません。霊感に動かされた使徒ヨハネは、滅びゆく人類への天の父の愛の高さ、深さ、広さを眺めて、心はただありがたさと敬虔の念でいっぱいになり、その愛の偉大さ、優しさを表現するのにふさわしい言葉を見出すことができなくて、御父がどれほど私たちを愛してくださるか考えなさい。それは私たちが神の子と呼ばれるほど、1ヨハネ 3-1 だと世界に呼びかけています。人は何と尊い価値を持っていることでしょう。罪を犯して人の子らは悪魔の奴隷となりましたが、キリストの贖いの犠牲を信じることによって、アダムの子らはまた神の子となることができるのです。キリストは人の性情をおとりになって人類を引き上げてくださいました。罪に落ちた人類はキリストにつながって初めて神の子という、その名にふさわしい尊いものとなれるのです。このような愛に比べられるものは何もありません。天の王子となるというのです。なんと尊い御約束でしょう。これは深い瞑想に値する主題です。神を愛さなかった人類への類いもない神の愛です。この愛を考えるとき、心はへり下り、神の御旨のままに従うようになります。そして十字架の光に照らされて、神のご性質を学べば学ぶほど神の恵みと憐れみを知り、神の公平と正義と許しとが一つになっていて、放蕩息子を思いやる母親にも勝る限りない優しい愛の数知れない証拠を認めることができるのです。